やこちら真由美踊り。ワースト記録を作ったということに対しては非常に責任を感じております。という前代未聞のワースト記録で大会を独走いたしました阪神タイガース。とにかくワースト記録、まず勝率が3割3分1分、なんと篠塚の打率よりも低い、打点は点でダメで、守備もちぐはぐ。しかし来年はなんとか、ね、盛り上げてほしいです。もう一回来年はあれですよ、我々のかつての仲間の吠える解説神谷健一郎さんが、ね、ヘッドコーチでいきますから、大丈夫です。名手と日向なんですよね。これは手当たらさせますよね。ねえ、本当に気持ち入れ替えてやらないかんわけですからね。の話ですが、今年は本業が振るわず、いえバットは振るんですがボールがバットに当たってくれず、かっちゃんのコマーシャルもぐーんと少なめでした。村山新監督、かっちゃんに喝を入れて大会脱出。